マサトブルーの杉子さんマナの上手なれということで、今回もジーンズを育てるジーンズを楽しむということでスタートしていきましょう。今回はノンウォッシュ未洗い、ワンウォッシュ一度洗ってあるもの、どちらを選びますか、どちらを選んだらいいですかという、質問であったり、まあ実際こう声をかけられたりということで、そのどちらっていう答えはないんですけど、メリットデメリットみたいなお話をしていきたいと思います。まずこの経年変化ジーンズっていうもの、こちらね、ジーンズ大和77周年記念モデル、予約の方が開始されておりますが、まだ悩んでいる、洗ってないもの、洗ってあるもの、どっちがいいのっていう方に、今日はまあその他のジーパンでもね、どっちを選ぶ選ばないっていうね、そういう選択肢もね、ちょっと含めてちょっとお話ししようかなと思っております。まずノンウォッシュ未洗いというものは、未洗いというだけにあって、ジーンズができてから一度も洗っていない、糊がついている状態のものなんで、ものすごく硬い状態、そして縮んでいない状態、見てもよくわかんないけど、なんかね、ペラッペラのね、こう立体感のあまりない、これが色落ちするの、経年変化するのみたいな状態。ワンウォッシュっていうのが、一度水を通してある、まあ一度洗ってあるという状態ですね。なのでちょっとやっぱり色が変化、このね、この動画では分からんかもしれんけど、これね、実際目で見てみるとちょっと黒っぽいノンウォッシュ、そして一度水に浸かったことによって、縮むことによってインディゴが青くなるという状態、ワンウォッシュ。じゃあこのノンウォッシュとワンウォッシュ、簡単に言うと洗ってあるものと洗ってないもののメリットデメリット、どっちがいいの。はい、まずじゃあね、洗ってないノンウォッシュ、ノンウォッシュっていうのが、これは何、よし悪しあります。よしで言うと、よしで言うと、糊がまずついているっていうことが、洗ってある洗ってないで違うと思うんだけど、この糊がついた状態で履く方もいらっしゃいます。糊をね、そのまんま、もう糊がついたバリバリの状態で履く人もいますが、まあ大抵の方は、大抵の方はね、一度洗ってなんですけれども、一番はこのジーパンのゼロベースの状態から履き込むというメンタル、マインド面でのゼロから始める経年変化っていうところに一番の重きを多く置くところがノンウォッシュ。そしてこの糊をね、うまく残す加減によってちょっと硬さが調整できるっていうのもプラスポイント。はい、でデメリットは、ウエストサイズがいまいちわからない。じゃあ伸縮って、伸縮じゃないね、縮みってどれぐらいするの、ウエスト丈ね、このジーンズ大和77周年モデルは、このノンウォッシュからワンウォッシュに洗う、この今現状あるこの販売するやつは、ウエストでね、8から9センチぐらい違う、ウエストで長さで言うと6センチ7センチぐらい違う、それぐらい大きくクッと一回縮むということをお忘れなく。はい、なんでウエストがよくわからない、丈の縮みもよくわからない、なんでお直しもちょっと一回洗ってまた持ってきてみたいな、めんどくさい、これデメリット。良きしところはゼロベースで、マインドがね、
俺ゼロからジーパン履いて経年変化するんだっていう、これが一番の楽しみ。でもちょっと不安なところもあるよっていうのがこちらのニアライノンウォッシュで、それに対してワンウォッシュっていうのは一回洗ってあるんで、もうウエストも安定してます、長さももう安定しております。なのでフィッティングもう試着してもらえば自分のサイズが分かるっていうのが一番なので、初心者であったり、あと面倒くさがりだったりっていう方はワンウォッシュの方を絶対的におすすめいたします。どちらがいいっていうのは正直ありません。どちらがいいっていうのはありません。結局これが経年変化で履き込んでいく過程において、そこまでじゃあ大きな変化があるかっていうと、今私が履いてるのが190強で、この動画を撮ってる時で198日目かな。じゃあその時に大きな変化があるかっていうと、大差はない、大差はない。技術面的にその例えばひげ縦落ち、ハチの巣、チェーンステッチの当たり、セルビッチの当たり、まあもろもろありますが、ある程度の月日、年月まで、年はいかないね、もうある程度の、そうだな、月日が経てばそんなに変わらなくなります、どちらを選んでも。ただ一番最初に言ったマインド的なものは違うだけで、でもそれも履いてったらまた忘れちゃうかもしれないけど、個人的には生からスタートして、あ、やっぱり俺経年変化やってるんだっていう、なんかゼロベースも欲しいけれども、でも今回ワンウォッシュを作ったっていう理由は、いろんな人にもっと気楽に履いてもらいたいっていう意味でもワンウォッシュを作った。この経年変化の入り口の部分でもっとね、よりこうスッと履いれる状態で、こっちにワンウォッシュ置いてあって、こっちにノンウォッシュ置いてあってもこうやってるんだけどねそういう意味で作ってあるんで、どちらが正解とかどちらがいい悪いっていうのはないので、もうこれは皆さんが、いやー俺めんどくさがり屋だからな、竹とかめんどくさいじゃんって人は全然ワンウォッシュ、いや俺バリバリ乗りついたまんま履くぜっていう人はノンウォッシュ、もしくはゼロベースでやっぱり経年変化ってこっからだよねっていう人はノンウォッシュ。もうこれはね、皆さんのその性格であったり、なんかそんなもので選んでもらうのが一番いいんじゃないのかなと思います。だからどっちが良し悪しはなし、ただメリットデメリットは絶対にあるよ、あるよ。だそれのメリットデメリットも含めて楽しむのも経年変化ですからね、経年変化ですからね、経年変化ですからね。なんで今回このジーンズヤマト77周年記念モデル、もしくは他のブランドでもいろいろね、ノンウォッシュ、ワンウォッシュとか出てますけれども、その選ぶ基準としてメリットデメリットがあるよっていうところで、皆さんになんか今話したところでなんか選択肢をどちらに持つのかっていうのがあればいいんじゃないのかなと思って、今回はお話をさせてもらいました。ノンウォッシュ、洗っていないもの、縮んでないですよ。ワンウォッシュ、一回洗ってあるもの、もう縮んで、その大きさにまあ変化はあまりないので安定してますよ。この量2つどちらを選ぶかは皆様の頭と心で決めてください。まあどちらを選んでも、さっきも言ったけど、半年経ったらそんな大差ないからね、大差ないから、どちらを選んでもらっても皆様が好きなように選んでもらって、ノーシュワンウォッシュ、どちらも選んでもらっていいんじゃないかなと思います。まあぜひ一緒にのその、まあ、経年変化っていうねことを楽しんでいきたいと思いますので、ぜひ皆様これね手に入れてみて、そして長くこのジーパンを一緒に楽しんでいきたいなと思っておりますので、この動画がかかる1週間ぐらい前から
予約開始かな。発売が10月の下旬ということで、確か26日だったかなに発売されますので、見て買うのもよし、もしくはサイズによってはなくなってしまうサイズもあるかもしれませんので、予約も店頭でもね一応ねしてますし、ネットでもできるようにしてありますので、ぜひ購入をお考えください。はい、別に買ってくださいとは言いませんけれども、いろいろ検討材料の中にこの経年変化のジーンズの中の一本として見てもらえたらいいなと思いますので、ぜひ試してください。私はもうこの石川台を使ったこのデニム、自然なムライトの縦落ち、ぜひ皆さんに体感してほしいというところで、今日はノンウォッシュ選ぶの、ワンウォッシュ選ぶのということでお話をしてみました。はい、ぜひ参考にしてください。この動画がもし良かったなと思ったら高評価とチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ノンウォッシュ、ワンウォッシュ、あなたはどちらを選ぶ？それではまた。